こんにちは、タメです。今回なんですけども、ドラーニアに、ね、挑んでみようかなと思います。これさ、めっちゃギミックあるんだけどさ、相手水属性だから一応これでやるかと思って、はい、これでやってみます。うん、なんかこれでできそうな気がするんだよね。一応ワープないんだけど、魔法陣もあるし大丈夫かな。おい、大丈夫そうなんかこれがなんか一番楽な攻略っぽいな、やっぱ。おい、やっぱ三日月強いな。まあなんかローレライの時は、なんかローレライの時のなんかホーミング時代の時はさ、その時もなんか高難易度とか行きたいしたじゃん。例えばオーバーホールとかもそうなんだけど、やっぱり新しい貫通ホーミングって強いね。オッケー。一応ジョリンとなんだっけな、あとジュズマルがギミック対応してんだけど、ああそうなっちゃうのか。普通にどうなんだろうな、ワンパンした方がいいのか。多分まあジョリンでワンパン等できると思うんだけど、うん、どうなんだろうな、どっちの方がやりやすいんだろう。とりあえず、おい、あーくそ、関係ねえなこれ。弱点効果アップしてなくてもなんか良さそうだなこれ。なんか適当にやってみるかこれ、シンプルに。おいクエストコンセプト破壊してるやん。あ、じゃあこれで良さそうだな、やっぱ。これあれだよね、多分このクエストコンセプト、あの切ないだよね。まあなんかシンプルに三日月の方が良さそうだね。これでいくかな。はい、うん、やっぱり三日月ってさ強いよなその場合にはなんかね、人気投票ガチャってなんか結構低めだったから、ちょっと個人的に結構びっくりしたんだよね。やっぱりなんか天下五剣のガチャで結構所持率が高かったりするのかな、あのキャラクター。 OK、 うん、ツタンカーメンの厳選いまだにちゃんとできてないんだよね僕正直この編成だとストレスなしでいけるから、こっちの方が良かったりするのかな。おい、うん、とりあえず頭数減らしといて、オッケー余裕だな、おい、これそんなんだからやられちゃうのさって言ってるけど、完全にこうドラーニアがやられてんだよなこれ。おい、あーでもでも減速壁あるから、あれか、ツタンカーメンってね確か減速壁ないんですよね。うん、なんかその辺使いにくいな。 SS ブーストできないから、ブーストやりにくいっていうか、ブーストやりにくいんだけど、よっしゃ、まあちょっとワープがあるから使いにくいところはあるんだけど、なんかこの編成で良さそうっすね。
これ通れねえもんな。オッケー。まあでもそんなスピード変わんなさそうだね。シャイ、どこに目をつけてるんだい。そんなんだからやられちゃうのさ。個人的に魔法陣ブーストやめてほしかったなって思うね。まあ人によるけどさ。いけ、プリシーバー。やっぱりさ、ツタンカーメンと三日月のコンビいいね。これ強いわ、やっぱりこのコンビ。はい、あ、やべやべ。もうワープーンに遊ばれましたね。いけ、はい、よし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 。でも余裕そうっすね、この編成で。よっしゃー。まあシンプルにツタンカーメン1と三日月さんが一番やりやすそうですね。うん、まああのジョリンとか、あとはなんかサボのワンパンとかでも全然いいかなって思うんだけど、なんかこっちの方がなんか脳死でできるしいいかなって思ってます。はい、ということでドラーニャに挑んでみました。ぜひね、あの挑んでみてください。バイバイ。